ウィリアム・グラハム・サムナーウィリアム・グラハム・サムナーは、アメリカ合衆国の大学人、イエール・カレッジの名物教授だった。博学者であり、アメリカ史、経済史、政治学、社会学、人類学に及ぶ広範な分野の著作を表した。熱心な経済的自由法人主義の都であり、自由市場を擁護する一方で、判定国主義を唱え、金本位制を支持した。 ニュージャージー州パターソンに生まれるイエールカレッジを1863年に卒業。在学中は学生の秘密結社スカルボーンズに所属していた。その後、留学や牧師としての活動を経て1872年イエール大学に新設された政治学・社会学講座の教授に就任したアメリカ社会学会第2代会長。 サムノアの社会学者としての最大の貢献は、電波、風俗、エスノセントリズムといった概念を発展させたことである。風俗研究を通じて彼は、政府が温度をとって、社会改革を試みても益はないという結論に至った。経済政策についても、古典的自由主義を信奉し、自由貿易の実現を頑固に主張した。存命中から彼の信奉者たちによって、 サムナークラブと呼ばれる集まりがあちこちに作られた社会主義と共産主義を敵対視し,し、とりわけ当時アメリカで人気を博していたエドワード、ベラミー王を名指しで非難したエドワード・アトキンソン、ムーア・フィールド・ストーリー、グローバー、クリーブランドなど、当時の多くの古典的自由主義の信奉者たちと同様、対スペイン戦争には反対の立場を取り、その後フィリピンで起こった暴動を鎮圧しようとする。 アメリカ軍の活動にも反対した。合衆国領土の拡大を目指す拡張政策に反対するため、対スペイン戦争後に形成されたアメリカ反帝国主義連盟では、サムナーは副会長を務めた。合衆国の征服と題した講演では、帝国主義を通馬し、軍国主義下に反対する小さな政府の理想を擁護している。サムナーによれば、帝国主義は、 新たな金券政治の始まりなのであり、政府からの契約と補助金を当てにする実業家たちの区別なのである。1870年代のサムナーの著作は、イギリスの社会進化論者、ハーバート・スペンサーにそを受けた社会ダーウィニズムの影響が、色濃いが、1885年前後から、スペンサーの影響は減退している。サムナーの訓導を受けた人々として、人類学者、 アルバート・ケラー、経済学者、アービング・フィッシャー、人類学的知見を経済学に適用としたソースティン・ベブレンなど、ありがとうございます。